はい、こんにちは。次に紹介する漫画は、このダウィン事変っていう漫画ですね。あの、梅沢俊っていう人の作品ですね。この漫画は、2022年の、あの、1月号から6月号まで、アフタヌーン、アフタヌーンっていう雑誌で、あの、まあ、連載された漫画なんですけど、まあ、この、この漫画は簡単に言えば、あの、人間とチンパンジーの間に、 間にできたあの、まあ、ヒューマンジーですね。あの、ヒューマンジーっていう、あの、まあ、人間とチンパンジーの合あの,愛の子の子供なんですけど、まあ、この人の、まあ、恐の親が殺されちゃったと。でも、警察は、あの、まあ、殺したやつが一番悪いんですけど、なぜかこの、チャーリーっていう、このチャーリーっていうあのチンパンジーと、 チンパンジーと人間の、まあ、愛の子の人もな、に、にもなんか銃を向けたんですよ。で、それから逃れるために、この、チャーリーは、あの、まあ、警察にぶつかって、あの、まあ、ぶつかれて突き飛ばすような感じで、に、あ、逃げて、まあ、それ銃向けて、あ、向けられてるんだから、それは、あの、突き飛ばして逃げたって、これは、正当防衛だと思うんですけど、まあ、 このチャーリーがもう人間じゃないっていうことで、まあ、害獣あ、まあ、害獣扱いされちゃったんですね。まあ、またこれ、あの、チャーリーは、あの、半分人間でも、半分チンパンジーなんで、要するに人間じゃないっていうことで、あの、物として扱われてるんですよ。だから、このなんかチャーリーを助けるために、この警察官の一人が、あの、チャーリーのなんか、まあ、まあ、なんていうか、まあ、持ち主になる、 チャーリーのなんか、まあ、親になるとかいう感じで、まあ、回復しそう、まあ、まあ、チャーリーの問題は片付きそうになるんですけど、このなんか ALA っていうなんかそういう、ちょっとなんか危ない、ビーガンの団体は、あの、どうも、あの、まあ、チャーリーをまあ、そっとしておきたくないっていうか、まあ、巻き込みたいと。もう自分たちの思想あ、思想でなんか世界を変えるために。まあ、すごい迷惑な団体だなって。で、あの、ここであの、 出てきたのが、チャーリーの父親の人間の男の人ですね、まあ。まあ、だんだん話が複雑になってくるんですよね。で、まあ、そんな中、あの、チャーリーはもう買い物に行くんですけど、まあ、危険行為を起こしたのはチャーリーじゃないんですけど、まあ、まあ、もチャーリーってまあ、残,残念ですけど、あのまあ、いわゆる火種ではあるんですよ。 でも、周りに、このチャーリーを利用して、なんか、理想の、まあ、世界を作ろうとする、まあ、ALA だったり、まあ、不必要に怖がる人間によって、まあ、どんどん、まあ、そこに火が透過されていって、ただ、チャーリーは買い物に行っただけなんですけど、まあ、こんな風に、まあ、あの、 まあ、な、殴られたりとかもするんですけど、まあ、チャーリーはこの友達になろうっていうので、まあ、仲良くな、あ、まあ、このことは仲良くなって、これからも店に行けるようにはしたんですけど、ところが、あの、まあ、そんな中、あの、すごい、まあ、チャーリーの生みの母親であるチンパンジーが死にかけるときに、最後にこれを残したんですよ。私は二児の母っていう言葉ですね。要するに、チャーリーには、あの、 兄弟がいるんですね。ということはヒューマンジーがもう、もう一人いるっていうこと、まあ。チンパンジーと人間の愛の子が。で、その、そのなんかこ、あの、その人が、まあ、これなんです。まあ、その人というか、チンパンジー。でも、チャーリーよりもよ、よほどなんか人間に近いですね。まあ、もうこれだけであの、なんていうか、まあ、筋力的にチャーリーより強いのか、弱いのかはわからないですけど、ただ、まあ、この、 このなんていうか、チャーリーの弟は、あの、どうもお兄さんに嫉妬してるんですね。なんか楽園に暮らし続けるなんてずるいだろうって。いや、別にずるくはないと思うんですけど、まあ、そんな感じで曲がった感じの兄弟で、ああ喧嘩が始まって五感に続くっていうところですね。